現在の私的な価値観では、レイフォースの物語は、最後は地球を破壊してしまう。その未来を選択しなくなって、新たな未来へ繋がる。のだが、過去へ戻る。しかし、シューティングゲームという特殊なシチュエーションの問題もある。戦闘機一機で敵を止める。その可能性への追求。仮面ライダーの是非でさえある。一人の英雄が世界を救う。その時、そういうシチュエーションがある、のだ。その中枢さえ破壊できれば止まる。うっかりしたら、超ネットワークが暴走しなくなった、状態でコンピュータに支配される現実への否定、での、人間の、暴走、こそが悪夢を、みたいな未来へ進むのだろうか。超コンピュータは地球を支配して壊すと、地球も破壊されてしまう、それ、破逆に確定している一つの袋小路だ。その辺は今も一つの可能性で